おはようございます。10月27日の相場解説になります。時間は6時5分になります。いつものように画面を切り替えてデイリーの方から見ていきましょう。切り替えます。はい、デイリーでございますけども、ずいぶんね右肩下がりになっていました。そして注目するポイントはここです。こちらですね。ここに線を引いてこの辺でいきましょうか。ここをなかなか破れずにいるっていうことですよね。で、価格帯としては右肩下がりになっています。こういった三角形が描けると思いますよね。移動平均線がこういうふうに折れ曲がって開いてるってことは、ここから下に強い勢力がいくってことになりますね。で、さらにチャートを見ていくと上髭を出していると。陽線なのに上髭を出しているってことはどういうことか分かりますかね。これは売りにブレイクする直前だというチャート足です。では4時間の方を見てさらにね確信を強めていこうかと思います。はい、これが4時間足なんですけども、私が見るところね、こういうふうな動きで下にドーンと下がっているというところと、今回のこれ、こういうふうな動きでもしかしたら同じなんじゃないかなと思ってますね。これがネックラインです。これがネックラインです。まあ、ですので初心者の方はここを抜けたら売りに入る、ここを抜けたら売りに入るって形で考えていけばいいんじゃないですか。はい。で次1時間ですね。これか。はい、1時間足なんですけども、私ね半値戻しという話しましたよね。ここからここまで価格がぐーっと下がりました。その半値っていうのがこの辺に来てるから、半値戻しするんじゃないかなって言われたら、いまいち昨日来なかったんですよ。で、決済はしたんですけども、もう一日かけて半値戻しが実現しましたよね。ということなんで、ここに弾かれて、こっからね、売りにぐーっと転じていく可能性が出てきました。こういったトレンドラインが引けますけども、ここをブレイクしたら、もしかしたら大きく下がるかもしれないなってことを見ながらやっています。ただしですね、今日、半値戻しじゃなくて、3分の2っていう形のもあるんですよ。それがここです。ですね、もうちょっと戻してから落ちるかもしれない。そうなると今日の夜から明日の朝にかけて、こういう風になるかなってところで警戒しております。今日の展望はその2つですよね。1つ目は、もうそろそろ、売りに転じるのか、それとももうちょっと先に行ったら売りに転じるのか。で、これはまああまり考えにくいんですけども、もともとのここですよね。売りが始まった起点のところから、もしかしたら、こういうふうに下がっていくのかもしれないなっていうふうに、反転するポイントは3つありますね。まあその3つを意識しながら今日も相場を見ていこうかなってところですかね。はい。では、FX の相場解説は終わったんですけども、FX の基礎講座の方も一通り終わりました。16話まで皆さんのところに配信されてると思います。今日あたりテストが届いてると思いますんで、テストの方ね、回答していただいて、自分の実力を振り返っていただきたいと思いますけども、3日間、テストの猶予期間ということで、まあ、お休みとも言えますけどもね、テストがもう一回できるかなと思いますんで、やっていただきたいかなと。まだ取り組んでない方はね、やってくださいということです。それで、テストが終わっちゃった方は、振り返って反省と、あと、何ですか、復習ですか、反省というよりも。で、もう、フェーズ2ってのは、かなり講義、15話までセットしてますので、ちょっとね、本格的になってきますよ、この辺から。基礎の中でも、割と腰を据えないと、頭に入らなくなってきますんで、しっかりとついてきてほしいなっていうのと、ここまでの16話がまだね、十分入ってない方は、テストが終わった後の3日間で、しっかりと復習していただきたいかなってところでございます。そしてですね、FX の基礎講座、まだご参加いただいてない方、今からでもね、16日遅れですけども、参加はできます。で、テストもちゃんと配信されますし、採点もあります。ですんで、参加はいつでもいいんでね、またこれからご検討いただきたいと思います。参加のアンケート、こちらの方を動画概要欄に今回貼っときますので、興味のある方はね、そちらの方から、アンケートに答えていただいて、プラス私の方に参加希望の方はね、アンケート答えました。参加希望ですということでメッセージいただければと思います。それでは失礼します。